皆さんこんにちは、花町家です。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、私のオリジナル曲エクスペリエンスの、弾き方講座ボリューム3お届けしたいと思います。はい、今日もね、副音声でお届けしたいと思いますけれども、ちょっとでもなんか参考になれば嬉しいです。では前回の続きから行きたいと思います。前回がここまでやりましたね。はい、ここからですね、説明していきたいと思います。この、チリとて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 、口三味線で言うとこういうフレーズになるんですけど、弾いて弾いて二の糸から押しバチしてっていうパターンを、左手のポジションを変えて繰り返しています。右手はとてテレとてテレという、押しバチする、技法を使っています。一見大変そうに見えるかもしれないんですけど、これパターンを覚えてしまえば、あとはその流れに乗るだけなので、無限に、どんなポジションでも、弾くことができます。で、このフレーズ、ちょっと秋田二方節のフレーズを私はモチーフにして取り入れてるんですけれども、これもさっきの動きと、似ていますね。とててれとててれ、二の糸から押し鉢して三の糸引いてすくうっていう動きになっております。で、これをちょっと二方節のような、パターンで当てはめて、三の糸の、上のポジションに戻っていきます。で、ここはちょっとボリュームを落として、いきます。ここもですね、チリとてチリとてチリとて、基本的に3の糸の移動は、このパターンを、ちょっと応用して使い分けています。で、ここは、細かい、フレーズを聞かせて、で、テーマですね、エクスペリエンスのテーマを3の糸バージョン でちょっとメソピアノぐらいの音量で弾きます。ここのブレークしっかり、長めにとって、でまたテーマですね、1の糸で力強い、フレーズをいきます。ここは、またジョン・ガラ節を、モチーフに、ちょっとエンディングに向かって激しい感じでいきます。で、かき回しですね、ジョン・ガラのラストには欠かせないこのフレーズを取り入れます。で、ここのブレイクもね、ドヤ顔でやりましたけれどもブレイクした時に竿を少し自分の方にグッと引き寄せる感じにすると、ちょっと見た目にも、インパクトがあっていいかなと思います。ここのフレーズまた二方節っぽい感じですね。で、最後じゃーんとやったら、で、お好みなんですけど、その後このコロリンという返し鉢のフレーズを、フレーズというかテクニックを私は使うことがあります。これね、津軽三味線のテクニックではないんですけど、長唄三味線のテクニックで出てきます。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。では、エクスペリエンス弾き方講座でした。ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。